こんにちは、こんにちは。マシマ、です。今回は、変わったガジェットをご紹介します。紹介するものはこちら、ソニー、タブレット P、です。ソニー製のアンドロイド搭載タブレットで、2画面、というか、折りたたみ式のユニークなタブレットとなっています。発売は2011年10月。10年ほど前になりまして、タブレットで折りたためるデバイスとしては、かなり初期の製品です。発売からだいぶ経っていますが、未だに珍しい折りたたみデバイス。なので、今更ですがレビューしていきたいと思います。折りたたみ式タブレット、ソニータブレット P を、今更レビューしていくよ。それでははじめに、スペックを軽くご紹介します。主なスペックはこちら。製品名称はソニータブレット P。発売時期は、このセルラーモデルの場合、2011年10月になります。Wi-Fi モデルは約半年後に発売されます。そして搭載される CPU、SOC は、NVIDIA のテグラ2。当時、世界初のモバイル用デュアルコア CPU を搭載した、NVIDIA 製の SOC で、32bit、1GHz 動作の、2コアとなります。それから、性能は大したことないですが、GPU に GForce が使われています。関係ありませんが、このテグラの新しいモデルが、Nintendo Switch に搭載されていますね。そして、メモリ容量は 1GB。ストレージは 4GB を内蔵。マイクロ SD カードに対応しています。OS は Android 3.2。その後 4.0.3 まで更新されました。そして目玉のディスプレイは、5.5 型のウルトラワイド VGA 液晶を、2枚搭載しています。適当に測って、適当に計算したので間違っているかもしれませんが、アスペクト比は1枚あたり、18.5:9くらいで、最近の縦長スマホの画面比率に近い感じでした。そしてカメラですが、カメラはエクスペリアに採用されているものと同じセンサーを使った、511万画素のアウトカメラ、そして、おまけの30万画素のインカメラがあります。無線接続は Wi-Fi、Bluetooth、3G、GPS に対応。バッテリーは 3080mAh。重量は、このセルラーモデルに関しては 372g です。以上が主なスペックとなります。画面が2枚あること。折りたためるデザインであること。それ以外は至って普通の、タブレットといったスペックでしょうか。まあ、折りたたむことによって、本当にポケットに入るサイズ、長財布のようなサイズ感になりますので、この点が、通常のタブレットとは全く違いますが。ということで以上、簡単ですが、スペック紹介でした。外観をじっくり見てみるよ。それでは次、特徴であるデザイン、外観、各部紹介をします。まず、本体前面です。前面には、開閉の際に指をかけるところがあります。ここには実は、LED を内蔵し、通知ランプも兼ねています。Android における通知があると、このように LED が透ける形で点灯し、結構かっこいいです。それと前面、右側には、3.5mm ステレオ、ヘッドセット端子があります。右側面です。右側面、左から電源ボタン、DC ジャック、USB 端子、マイク、音量ボタン、があります。USB コネクターにはカバーがあり、形状は USB マイクロ B となります。ちなみにこの USB は通信専用で、ここから本体への充電はできません。充電は DC ジャックからとなりまして、充電器はこのようなものを使用します。PSP の充電器と同形状のもので、DC ジャックの形状も、電圧も同じ 5V となります。電流は PSP の充電器の方が小さいので、おすすめはしませんが、一応、PSP の充電器も使用可能です。左側面です。左にはモノラルのスピーカーがあるのみとなります。背面です。背面にはコネクターなどは特にありません。ですが、このような突起があります。この突起は、本体を横持ちする際、指をかけるのにちょうどよく、おそらくですが、グリップ、ホールド感を高めるための突起かなと思います。それから、紹介し損ねましたが、このようなストラップホールもあります。そして、正面、ディスプレイ部分です。正面には、タッチ操作に対応した、2枚の 5.5 型ウルトラワイド液晶。それと、30万画素のインカメラがあります。本体底面です。本体底面にはこれといって何もありません。
本体上面には、511万画素のアウトカメラがあります。フラッシュ、LED などはありませんね。以上が、外観、各部紹介となります。それでは次、外装パネルを外して、中身を少し、ご紹介します。外装パネルを外します。バッテリー交換もそうですが、外装パネルの色違いなども、当時販売されていて、着せ替え目的で、簡単に外装が外せるようになっています。なので、外し方はとても簡単。爪で少し浮かすだけで、楽々取り外せます。パネルの裏はこんな感じ。シールドでしょうか。何やら黒いシールが貼られていました。そして、底面部分を外した本体です。バッテリーパックが丸見えですね。バッテリーの仕様は先ほどお話ししましたが、スペック以外で特筆すべき点としてはこちら、メイドインジャパン。日本製となります。今となってはなぜか珍しく感じます。日本製。そして本体部分です。本体部分、バッテリーを取り外すと、SD カードの取り出しが可能になる、スロットがあります。SD カードは 1GB のものが入っていました。というか、入れていました。少なすぎる。そして、本体も、よく見ると、Made in Japan の文字が。そして、こちらはセルラーモデルなので、SIM カードがあるはずです。SIM カードに関しては、本体上面のパネルを外したところにあります。ここに SIM カードを入れることで、3G の通信ができます。ということで以上、パネルの内側を含めた、外観、各部のご紹介でした。実際に使ってみるよ。それではここからは、実際に使ってみます。いくつかのアプリを動かしてみて、今でも実用性はあるのか、確かめてみようと思います。まずは電源を入れてみます。起動にかかる時間も見てみようと思います。長いので早送りします。起動まで約45秒かかりました。最新機種の2倍くらいかかる感じでしょうか。それではいよいよ、アプリを動かして、どの程度快適に動作するのか、体験してみましょう。ちなみに OS のバージョンは、公式では最新となる、Android 4 アイスクリームサンドイッチ、です。最初に試すアプリは、Google のブラウザー、Chrome、です。Android 4は、なんとかギリギリ、Chrome をインストールして動かせるのが救い。その Chrome がどの程度快適に動作するかが、タブレットとしての実用性に大きく関わる気がします。インストール完了。それでは起動します。おお、起動はかなり高速。試しに、このタブレット P の商品ページを検索してみようと思います。はい。回線速度にも影響するので何とも言えませんが、体感速度的には、ギリギリ許容できるレベルといった感じでしょうか。文字入力、タッチ操作の遅れは少ないので、悪くはないです。まあ、良くもないですが、個人的にはありといった感想です。次に YouTube です。YouTube に関しては、純正アプリは Android 4では使えないので、ブラウザから見てみました。すると意外というか、予想的にはもっともっさりすると思いましたが、割とサクッと読み込んで再生してくれました。これなら、近未来的デザインと相まって、机の上で常に動画を流す、インテリアとしても使えそうです。ただ、YouTube を全画面表示にすると、面白いことになります。いや、面白いというか、単純に見にくいです。本体を横にしてみます。なるほど。予想通りですが、見やすくはないです。画面が動かせるためか、一瞬、3D 映像に見える気がしました。とまあ、YouTube に関しては、ブラウザで、小さな画面では OK。というところでしょうか。次は、Google マップ、です。Google マップに関しても、起動はかなり早い感じでした。少し重くなりそうな、航空写真に切り替えてみます。さっきの Chrome もそうでしたが、意外とサクサク動くんですよね。それではさらに重そうな、ストリートビューを試してみます。
この世代の Android 端末って、今となっては重くて全く使えないイメージでした。でも、もしかしたら、そこまでひどく言うほどでもないかもしれません。次は、折りたたみといえば、電子書籍。ということで、Kindle アプリ、を試してみます。結果的にはアプリは動作するものの、本を見ようとするとフリーズして使えませんでした。当たり前ではありますが、横開き時、画面中央は分断されますが、隠れて非表示にはなりませんので、スマホなどを横にした際、見開き表示に対応するリーダーであれば、まるで本のような運用も可能です。ということで、今は試せませんでしたが、過去の経験上、漫画など、見開きページの存在する書物では、快適な閲覧が可能です。さすが大画面でしょうか。そして、ゲームに関してです。ゲームは、一般的な Android ゲームと、ソニー端末向けのプレステのゲームを試してみます。まず、Android ゲームは、荒野行動と検索して出てきた、荒野狩猟というアプリを試してみます。ちなみに荒野行動は、OS のバージョン的に非対応です。PSP くらいのグラフィックですが、普通に動きました。PS ストアに対応しているので、初代の PlayStation のゲームソフトを楽しめます。試しに、最初から入っている、みんなのゴルフ2を起動してみます。全く問題なくプレイ可能です。2画面ということで、コントローラーの主な操作を下の画面で行えるのは良いですね。次、カメラ機能についてです。当時のエクスペリアと同じようなカメラを搭載しているということで、タブレットの割には綺麗に映るのでしょうか。実際に、写真と動画を撮影してみました。まず、写真です。最高設定で撮影しました。実際のデータは、2592×1944 ピクセル、となります。普通に綺麗に見えるのですが、どうでしょう。もう一枚パシャリ。今度は黒っぽいものを撮影しました。黒つぶれもなく、白飛びも少ない。ノイズも多くないですし、いい感じですね。そして動画です。動画も最高設定で撮影。720p の 30fps です。見にくいので拡大します。いかがでしょうか。以前、当チャンネルでご紹介した、国内初エクスペリアより、新しいだけあって、それよりも綺麗です。ただ、手ブレ補正などはほとんど効かないので、今、実用性があるかは。ですがやはり、カメラ性能としては悪くなく、割と綺麗に撮影できる性能がある印象でした。動作検証はこれで最後になります。最後は、音質についてです。標準のミュージックアプリがウォークマンということで、なんだか高音質そうな予感がしました。ただ、音質としては、正直微妙。個体差かもしれませんが、ホワイトノイズがわずかに入っており、音質そのものは普通だと思いますが、少し微妙な印象でした。ということで以上、今更ながらソニー、タブレット P を使ってみたというレポートでした。そして最後におまけですが、折りたたみ、開閉音、パカパカ音をご紹介します。スマホ内蔵マイクなので、音質は最悪ですが、よろしければどうぞ。開閉、パカパカ音を聞いてみたよ。まとめです。まとめです。2011年10月発売、折りたたみ式タブレット、ソニータブレット P の今更レビューでした。良いか悪いかは別にして、このタブレットはとても面白いと思いました。内蔵ブラウザなど、スモールアプリ、限定という条件はありますが、それぞれの画面で別アプリを動かすことができたり、ノート PC スタイルで、文字入力がしやすかったりと、先進的かつ、実用的な機能を有していました。今後増えていくかもしれない、折りたたみ式、2画面デバイス。その感覚を、一足早く楽しめる。そんな端末だと思いました。
とまあ、こんな感じで今回の動画はおしまい。よければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。